それではあの、えー、地域対策官をしております千場と申します。本日はあの、えー、お忙しいところですね、えー、近藤佐藤さんにあのお越しいただきました。えーとあのまあ、ご承知の方もあの多いと思いますけれども、佐藤、はい、さんはですね、えー、着物を,を心から愛するという方で、えー、ございまして、 で、着物姿でお仕事をされたり、ですねそれから YouTube チャンネルで着物に関してさまざまな形で情報発信行われています。本日は、お手元のプログラムにもありますけれども着物が人生を明るくするというテーマでお話をお聞きしたいと思います。 あの先にあの、まあ、ちょっと、うん、あの私の話なんかはそんなに聞きたくないとは思います聞いいたことないです <laughs> な貴あのやっぱりあの今回まあ主催者としてですねあれなんですけれども着物が人生を明るくするというこのテーマってすごく、はい、あのとてもいい。 あの主催者が自分から言ってもあれなんですけれどもとてもいいあのタイトルだなと思ってましてで特にあの人生を明るくするっていうのは本当にあのえ私みたいなですねこれからどういうふうにしていこうかなみたいな中年の迷えるおじさんはあのあのあのもうたくさんいると思いますしやいやいやもうそもそも俺なんかあの人生あの十分楽しんでも楽しいことだらけだよっていう人もいると思うんですけれどもそういう人もえっ 着物もみたいな話もあると思うんですよね。うん、であのそういった意味では、えー、これまでですねあの、まあ、あの近藤先生の話とか着物ショーであの楽しんでる学生の方とか、はいはい、若い方とかの話もいただきましたけれども、はい、あの近藤さん自身はですね、はい、あの着物をこのように愛されて。はい <laughs> えー お仕事をされてと情報発信もされてと、うん、えー、こういったあのところのですねまずはあの、えー、きっかけみたいなところからですかね、はいはい、あのお話を伺えたらと思いますありがとうございますあのー、今瀬まさんにご紹介いただきましたけれども改めまして近藤さとでございますよろしくお願いいたします。 <laughs> いや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 い <laughs> や、もうありがとうございます。あのー、そうなんです、私、えー、多分今日、あのーまああのー、パネリスト、そして、えー、ご講演いただいた、えー、ご登壇いただいた皆様の中で、唯一、あのーまあ、専門家でない、えー、着物の単なる愛好家という立場なんではないかというふうに思っております。あのー、なのに、本当にずうずしく上がらせていただいたわけなんですが。あのー 私が着物を着るようになったきっかけって言いますのはどうでしょうやっぱりあの着物ショーにお越しになるお客様も皆さんそうなんですが何かどこかで着物が好きというのがもともとありまして子どもの頃からです。でえー、それがあの いろんなきっかけで人生の中で何回か着ることはあったんですけれどもこのように仕事上のほぼユニフォームとして着るようになったきっかけっていうのはあの実は一つありまして、えー、私がまあ私はあのフリーアナウンサーとして今活動をさせてもらっていて。 で声の仕事がメインなんですね。なんですが、あのー、ご存知の方もいらっしゃるかもしれませんが、あのえー、白髪を染めないという選択をグレーヘアというのをやったんですね。で、えー、当時ま、まだ、ああのー、私40代、えー、今から 6, 6、7年ぐらいもうなるでしょうかね、えーま、だ40代で白髪を染めないという選択をする人はなかなかいなかったわけです。でえー、私もそれで もうメディアにいわゆるその姿を出すというのはやめようというそういう固い決意で声だけで音だけで生きていくぞと思ったら白髪にした途端になぜか急にもてはやされてテレビに出演依頼がドドっと来たんです。 でその時に着るものが実はもうなかったなかったっていうかそれは何でも余儀あのありましたよ普段着とかとうとうはですがあんまりこういわゆる洋装普段着と言われるもの私は、えー、おしゃれじゃないしあんまり興味がなかった、えー、で借りるのも高いしっていうんで着物なら大好きで昔からタンスの肥やしになってるのがたくさんあるんで、えー、それを着ていきたいということで、えー、テレビ局に申し伝えましたらあの ちょっっと遠慮してしててほい言われたんでですねで、えー、なぜかというと着物はもはや特別なものであって日常着ではないと。じゃあまあ吉岡里さんがお茶の先生だったり踊りの先生だったらいいですよ演歌歌手さんだったらいいですよなんで近藤里が着物を着て出てくるんですかという言われ方をした時に。 絶対着物を着てやると思ったんですね <laughs> 着物って着るものじゃないですか着物が好きだったら着物を着せてよと思ったんですがやもう日本って、えー、現代特にメディアも含めてですけど着物のイメージってそこまで来てしまったんだなっていうのを痛感したことがありましてそれ以来本当に魅力ですけれども着物を目に多くの人に目に触れてもらいたいといういのそういう、まあ、小さな、ね、思いもありまして。 テテレレビビというににはです、ね、ああの徐々にですすね徐々よ、えー、ちょっと着物は困りますって言われたところにはさすがにあの着物では出ていかなかったですだけれどもあどうぞっていうところには全部着物で出ていったら1年も経たないうちに佐藤さんは着物の人というイメージに、まあ、イメージって本当にすぐ変わるんですけど、まあ、そんなきっかけであの私は着物を着るようになりまして、えー、YouTube も始めさせていただきました。 今のきっかけをお伺いしてると<え>まあ自分であの着物を楽しむっていうあのこともあったと思うんですけれどもお話だけ聞いてるとあの負けず嫌いだったんで <laughs> あの負けん気だけで着物を始めたみたいな感じもされるんですけれどもあのやっぱり。 やっっってみたたら楽ししかかとおゃる通りです <laughs> 最初はそれだったんですけれどもあの私の祖母は明治生まれでもうあの亡くなってますけれども、えー、岐阜県の中の方という地域で、まあ、山の中です。で明治時代先ほどお話もございましたけれども明治の初期の古い家でしてで、えー、農家にそれぞれが産室をいわゆる2階部分に持っていて。 でえー、ある程度の畑で桑、えー、も育てていてそういう家で私の祖母は育ったんですね。なので桑の,の実を食べるとあのすぐバレるぞって口の中が青くなってバレるぞとかあ,のあとこたつの脇で祖母がいわゆるその、えー、切れた橋の糸ですよね橋の木糸を結ぶという結び糸っていう作業をしていたりっていうのを と子どもの頃から間近で見ていて祖母自身も着物が大好きで、えー、国内旅行は全部着物で行くみたいな感じの人だったのであの自分の中にはずっと着物に対する何、えー、ですか懐かしさとか憧れとかそういったものはずっとありましたねただ、えー、生活の中でどんどん着物から離れていってでいざ着たいなと思ったらそれを世の中が許さないみたいなことになってたことにちょっとあの。 強気で頑張ったっていうのはありますけど、千葉さんは今日はお召しなのはいつぶりですか？え、えー、まさか一年ぶりじゃないですよね。あのそのまさかでございます。ただあのやっぱりあのこういうふうに、はい、まあ去年いや本当にあのうちなんかですね。あのはい。私事言ってもあれですけど、あの佐藤、えー、さんのご実家みたいにあの芋のっていうのは多分うちになかったんじゃないかっていうような。 あれですからあの、はい、去年もこの仕事をやって初めて来させてもらったんですけど人生で初めてえ<っ><の>じゃ人生二回目ですか 2> 2です今日あただあのなんか後方車なのにはい二回目になると <laughs> ちょっと余裕が出てきたというか見える景色がちょっと違って。<laughs> <laughs> あのなんか私もこれちょっとはまってみようかなみたいな。はい、<laughs> もうそのまま国立劇場の方に歩いて行かれたら、もうあの話家さんかなみたいなね <laughs>、ええ。はい、ええ <laughs> あの、私の話はもう <laughs> <ま> <laughs> ちょっとおめでとうございま <laughs> ちなみに、情報発信っていうのも、ええ、あのすごくされてますけれども、あの今までのお話で佐藤さん自身が、まあ、まあ研究も含めて。<laughs> あの楽しんでらっしゃるっていうことは分かったんですけど、はい、あの情報発信されて周りの方に対するもっと楽しんでほしいとか、はい、あるいはそのレスポンスでですね、はい、あのー、あこんなふうに楽しんでらっしゃるんだって気づかされることとかやっぱり私自身もそうなんですけれども、あのーまあ、変な話 人それぞれ楽しみ方があるなというのはあの感じています本当に、えー、佐藤さん私ね一年中来てるのよっていう方もいらっしゃればあの佐藤さん私ねお茶をやってるからやっぱりあの 紡いよりも柔らかい着物が好きなのとかねあの本当に着物と一括りにしても例えば今日は、えー、眉ですから、えー、絹ですけれどもウールもあれば木綿もあれば、えー、というと着物をそれぞれ楽しんでらっしゃるっていう方がたくさんいてあの先ほどあのおっしゃった情報発信っていうことなんですけれどもあのやっぱり1年まあ YouTube を始めて1年半近くになるんですけどもやっぱり日常生活の中で先場さんもだって人生で2回目でしょご担当なのにだからやっぱりあの <laughs> ねえこれで毎日あの霞が関にあの、ね、来られるっていうのはちょっと無理があるわけですよ。で私もじゃあこれで毎日365日お勝手にも立ってやるかっていうと無理があってっどうしても現代生活の中で着、えー、ることの難しさっていうのが やっぱり私自身も必死感じていて、い皆さんもそうだと思うんですけど私がたどり着いた場所っていうのはもうあのマルチステージというふうに人生を考えた時にもう1つのの着物のステージを自分でで作っっったたがいいって思ったんですね。だからあの日常ステージと着物ステージっていうのが私の人生の中にあってもう今日は着物ステージ着物を着たら着物ステージっていうあのいろんなステージを楽しめるのがこれからのまあ人生というかね 100年時代っていうのもあるかもしれないですけどそういうふうに自分であ着物の時の近藤里みたいなふうにカテゴライズしてしまったらちょっと楽になったっていうだからそういう思いで着てらっしゃる方も結構たくさんいらっしゃるんじゃないかなと思うんですけどね。ど,どうですかさん着物ステージいやああののー、<laughs> ちょっと、あのー 着物ステージ、あま、たあのすごくヒントになるお話だと思いますし、はい、それからあの、やっぱりあのもう一つこの現時点での自分のステージっていうだけじゃなくって、まあ、あのなんか人生のステージっていうんでしょうかね、はい、あの子供の時、若い時、はい、それから、まあ、これからみたいな。 ですね、その縦ラインのステージではなくて横ラインのステージが増えてくるんですよ、うん、着物ステージが出てくるとそうすると、えー、卒業と当時にステージをこう変えていくんではなくてこ横ラインのステージが別にできてくるとそうすると違う人たたちちとと仲間たちとコミュニケーションがでできてくるんですよ、うん、だから着物を着たことで私何が一番の財産になったかなっていうと。 多分着物を着た、着なければ出会えなかった人とものすごいたくさん知り合えたんです、新しい出会いが。そこが一番の着物を着たことによる私の財産になったかな。あそステージって多分そのためのものだと思います。その通りですね。この, <laughs>、ね、の仕事に就かなければ、あの多分 <laughs>、はい、あこういうことがなければ、あの近藤佐藤さんがこの建物の中に、ね、足を踏み入れることもなかったとっいうことを思えば。<laughs> はい それも一つの、はい、あの私たちにとっての、えー、あのなんていうんでしょうか人生が、はい、あの楽しくなったってそ,<の>そういうことの、ね、人生がそれであの私は楽しくさせていただいておりますは <laughs> い,やいやどうもありがとうございます、はい、あのなんか <laughs> あのシナリオがここに書いてあるような感じであの聞いてらっしゃるかもしれませんけれども、偶然こういう話に結論に美しい形にっっ、はい、<laughs> なっております <laughs> もうなんか笑。ニヤニヤ笑ってらっしゃる方もいらっしゃるんですけども、大体あの辺にいらっしゃる、の偉い方たちは着物を着るようになって、本当この1年であのお,目あのお目にかかった方たちばかりで、感謝しております。ありがとうございます <laughs>。はい、どうもありがとうございます。そうするとやっぱり、はい あのーこうトータルで今までの,あのお話伺ってまあトータルでまとめると佐藤さんにとってその着物っていうのはあの人生にどういう影響を与えたというかどういうふうに楽しくなったっていうのは今一度あのまとめとしていただけますでしょうか、ん。 あの着,るも着物を着るようになって、えー、たくさんの新しい出会いをもたらしてくれたもう着物は私にとって本当に何でしょうね、まあ、空飛ぶ絨毯って言ったら変ですけれどもあの別いろんなものを着物,着物を着て自分が楽しいというよりは着物を着たことによって世界が広がった、えー、たくさんの方とお目にかかったそして知識欲。 これからもっと学びたい。一体これはどんな眉からできてるんだろうか。そういったいわゆる工学心まで呼び起こしてくれた生き物は私にとって本当にあの、えー、生涯の、えーまあ、仲間、友達となるようなかけがえのないものになりました。ダメですか、はい、いやいやいや、ありがとうございます。ダメ出しが出るかと思いました <laughs>。 <laughs> <laughs> あいやいや、とんでもありません。あ、じゃあ、あ<の>でもご担当の仙波<の>さんにも着物はどういうものかちょっと伺いたいな。<laughs> 私にとって着物ですか私は一応あの、インタビューが得意なんですよ。<laughs> 元アナウンサーなもんでございますから。<laughs> 役人っていうのはですね、インタビューされるのがあの <laughs> とっても苦手なんですけれども、ああいいまあ,あの、まあ、あえてあの自分個人のあれこととして。 言えばまああの自分の,あのステージからするとあのまだまだ人生長いんですよね。であのちょうどえっと何て言うんですかね私たち私たちと言っちゃいけないか私が生まれたコロツナの,の、まあ、まさに団塊ジュニアの世代でして。はいはい で日本がなんかすごく変わ大きく変わった時代変わってからしか知らないわけですけれども、はいあのー、こういうあの着物とかっていうのはなんか何て言うんでしょうか、あのーまあ、まさにあの若い人にとっては非日常なんですけどうす、ね、あのもう今日着てみてあのまさに非日常の気分ですけれども多分その非日常っていうふうに なった最初の世代が我々なんじゃないかなと思うんですね、うんはい、そういう意味であのなんかこうやっぱり先入観を持たずに、あのー、こう着物っていうのを自由に捉えて、はいえー、楽しむっていうことのですね、はい、まあ最初の世代というかトップランナーになれ,れば<ー>いいかなと我々の世代が、はい、っていう風に 思いをえいえいえ、<laughs> もうあの今もう千葉さんの後ろにもう、何万人という着物を着た人たちが見えた気がします。トップランナーとしてぜひご活躍し、あのー、すみません、<laughs> そんなこと言って、あの来年、人生、はい、3回目ですとかいうふうに <laughs> 言ってると <laughs>、えー、まずいなと思って、次、えー、は何かね <laughs> あの、罰ゲームをしていただくことにいたしましょう。はい ちょっと時間もあの迫ってカンペも出ましたんで、あのここら辺であの終わりたいと思います。えっ、ー、とそれではあのえっ、ー、と佐さんどうもありがとうございました。<laughs> すみませんありがとうございました。